イノシシツカは、アスカ時代の豪族、聖はレ一海氏は、安寧天皇の御子、四季月子命を祖先とすると、日本初期巻第四にあり、新先生四六、右京鉱別にも、一回宿根は、安寧天皇王子四季の時古い命の後なりとある。一海部を干渉する氏族とみられ、奈良時代には、天平法治六年三月十日付の、羽黒大山東海には、 像石山院職国府として、日の木の川を新上した、一回宿根広成の名が見える。日本初期巻、第29によると、以下の出来事の直前、一回蓮子は、天武天皇13年の発色の姓の制定により、同年12月、宿根の姓を与えられている。それに連続するかのように、同月、大東の学生派ス宿根追い、白石だから禅、及び、 クダラの役の時に、大東に、没つめられたる者、イのシシ氏連ん日くび、ちくしみやけれとくと、しらにつてひていたりわけ、宇じかにたけそこで、白木は大名松の感触にあった金物銃を使わして、老い一行を、ちく国に送った。それから一週間後、大和政権は、死刑以外の罪人の恩赦を行った、という。この時の宗始の共応は、後の参考にされたようで、 自動天皇4年に大友ト白朝を送り届けてくれた白木氏に対しても山和政権は同様の処遇をしたと伝えられている。記録に現れている限りでは最初の白月の絵の戦いの保留期間である。ありがとうございます。